こんにちは。今日はゲームに登場するグロテスクなモンスターたちを8000紹介していきます。苦手な方は視聴を控えてください。面倒くさい挨拶は抜きにして本編スタート。ウォッチリングはウィッチャー3に登場する敵キャラクターです。誕生を望まれないために流産した胎児でしたが、雑に埋葬され捨てられたような形になったので、その憎しみから魔物へと変貌してしまいました。リンプを恨んでおり、衰弱させ命を奪ってきますが、原因は母親にあるので完全に悪とは言い切れませんね。このモンスターを戦って倒すことをできますが、救うという選択肢も用意されています。どちらを選ぶかはプレイヤー次第です。アメリカで人気のゲームゴッドオブ王の敵キャラクター、クロト。クロトは恐ろしい姿をしていますが、3人いる運命の女神の1人、誰がいつ生まれてくるかを決める役割があり、運命を変えようとする主人公クレイトスと戦うことになります。山のように大きく敵っぽい見た目をした女神ですね。ザ・ラストオブアスパート2に登場するブローター。このゲームは菌が人間に寄生したインフェクテッドと呼ばれる化け物と戦うサバイバルホラー。ブローターは菌の感染が深刻な感染者で、全身がキノコのような器官で覆われており、この胞子を撒き散らして攻撃してくる。耐久力も高く厄介な敵の一人となっている。有名なゲームバイオハザード6に出てくる敵キャラクター、セルビア語で美女という意味だが、その外見は美女からかけ離れている。体にはいくつも穴があり、そこから青いガスを撒き散らし、吸い込んだ人間をゾンビへと変えてしまう。メタボみたいな体型をしており、銃で攻撃するとガスを噴射してくる。サイレントヒルホームカミングのボスクリーチャー。窒息という意味で何人もの女性の体が融合しているムカデの怪物。殴って攻撃してくるシンプルな敵ですが、素早い動きで相手を捕まえ、顔を口で覆って窒息させようとしてきます。弱点は尻尾ですが、動きが速いので回り込むのが大変です。ファイナルファンタジー14に登場した人形モンスター。最初はファイナルファンタジー4で登場したが、制作技術が向上したファイナルファンタジー14で怖さが増して再登場した。元はただの人形だったが、四天王ゴルベーザの手によってモンスター人形を溶かした。イベント突入直前にBGM が止まる不気味さを増やす演出がされている。サイコブレイクのラスボス。さまざまな生物を無理やり融合したような姿の巨大なクリーチャー。巨大な体なのにものすごい勢いで突進してくる。体力が減るとまがまがしい姿に変貌する。怒りと憎しみ等の負の感情を取り込んで巨大化していった。 DMCデビルメイクライの敵キャラクター。1200年もの間生き続けている老婆の悪魔。巨大な芋虫に6本の手が生えたような外見をしている。醜悪な顔面から猛毒の体液を吐き出して攻撃する。 You don't look at day over 12,000. Fuck you! Fuck you! Fuck you!